CP プラス2015、リコーブースよりお伝えいたします。リコーイメージング川内様お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず新たに発表されたデジタル一眼レフカメラ KS2 ですが、今までのペンタックス製品らしくない今時の機能を取り揃えていると感じます。製品の魅力について詳しくお聞かせください。はい、KS2 は、この KS2 という名前が示している通り、弊社としてはイノベーションラインということで、企画した製品になります。で、まあ、KS1 の上位機種に当たるのがこの KS2 なんですけども、こちらの場合はですね、お客様がある程度、ミドルクラスという想定のもと、カメラのデザインや機能というのが非常にしっかりと作り込んで、で、まあ、防塵防滴といった期待されている部分もしっかり入っているんですが、プラスアルファでですね、やっぱり新しいお客様を取り込みたいというところで、Wi-Fi ですとか、でその Wi-Fi との接続も NFC でワンタッチでできる。あと、まあ、これ見えてますけど、このバリアングルですね、こういった機能ですね、もう存分に備えて、で非常にパッと見たところっていうのはそのクラシカルでオーソドックスなんだけども、中身は十分上位機と同じ性能を持っていて、しかもこれからですね始める方が非常に興味を引くような新しい機能も備えたという非常に贅沢な作りになっているカメラです。ありがとうございます。では満を持しての話題となりますが、はい、ついにフルサイズデジタル一眼レフカメラ、影が色濃くなってまいりました。今の時点でお話しできることがあればお願いいたします。はい、フルサイズに関しましては、これまでも実際には開発は開始してますよというお話をさせてもらってたんですけども、してますしてますで、形がないということで、今回の CP プラスで初めて参考出品を、させていただけるというところまで、やってまいりました。で、皆さんがですね気にされてたマウントのところに関しましては、従来の K マウントですね、これを採用するというのと、あと従来のデジタル一眼レフカメラ専用の DA レンズ、これを使いたいというお客様のニーズにもお応えできるように、クロップ機能でこれまでのデジタルの APS-C サイズに特化したレンズもご使用いただけるような仕込みを入れようと思っています。それからですね、まだ名前も決まってないんですが、なんとか今まで、お待たせしている分ですね、我々としてもですね、これから開発のスピードを上げて、なんとか今年2015年中には、発売したいと思って、開発を続けてますので、どうか皆さんご期待いただきたいと思います。ありがとうございます。ではそのフルサイズ対応の、望遠ズームレンズが2本、はい、登場しました。それぞれの仕様や魅力についてお話をお願いいたします。はい、まずですね、なんといっても、DFA スターの70-200mmF2.8、これはもう皆さん長らくですね、待望していただいてた、それこそ昔FA スターの 80-200mm というレンズ、出していたんですが、それの後継機にもなるということで、ずっとお待ちいただいてたんじゃないかなと思います。で、このレンズはスターの名前が、示す通りですね、ペンタックスのレンズのシリーズの中でも最高の、性能ですねを目指して開発しているレンズになりますので、当然写りもですね、デジタルに即した、最高画質になるということで、こちらも正式発表はさせていただいたんですが、近日発売ということで、今、生産開始に向けて鋭意最終の詰めの開発を行っているという状況になります。あともう1本ですね、DFA の 150-450mm という3倍の超望遠ズーム、こちらも合わせて発表させていただいたんですが、こちらに関しましてはですね、実はですね、レンズの写りに関してはもうほぼスターレンズです。ただまあスターレンズ、我々社内で非常に厳しい規定がございまして、画質であったりとかですね、はもちろんなんですけども、F 値、明るさですね、レンズの、これがやっぱり大口径のタイプというのが一つ条件にあるので、今回残念ながら150-450の頭にスターというのはつけれなかったんですが、写りそのものに関しましては十分スターと匹敵する性能を持っているレンズですので、こちらもぜひ皆さんですね、ご期待いただきたいというふうに思っています。
で、あとまあ F 値もあのだからといって決して暗いわけではなくて、他社さんのレンズに比べると実はちょっと明るいぐらいのところまで持ってきてますし、そこはですね、ぜひですね、期待していただいて構わないんじゃないかなというふうに思います。あと両機種に共通して言えることなんですけども、今回三脚座を新しくさせていただきました。この三脚座があの脱落防止機構というのがついて、あと逆に外したいときは簡単に外せるという、あの非常にあの新しい機構を盛り込んだ三脚座で、三脚につけて撮影される方で、あと手持ちで撮影される方、両方の方にとって非常に使いやすいレンズに仕上がってますので、その辺もですね、店頭に製品並びましたら注目していただければというふうに思っております。今後ではフルサイズ対応のレンズっていうのは早急に整っていくと期待してもよろしいものでしょうか。はい、これはですね、あの実はもうお気づきの方がいらっしゃるかもしれないんですが、今回の CP プラスに合わせまして、おととい2月10日の夕方ですねに、レンズのロードマップ、これはのホームページに載せているものなんですが、これを実はアップデートさせていただきました。で、本日あの会場で、参考出品の後ろにもですね、実はロードマップの表をプリントして貼っているんですが、今までなかったレンズが3本ほど登場しています。で、まあ、あの具体的なところはまだ申し上げることができないんですが、まあ、いわゆる大口径な広角系のズームであったり、同じく大口径の標準ズームであったり、大口径とは書いてない標準のちょっとズーム倍率大きいかなっていう、そういう3本ですね、これが全て実はフルサイズ対応ですよということで、ロードマップに出現しております。なので、レンズの心配をされていらっしゃるお客様も多いかと思うんですが、その辺はもちろんですね、抜かりなく、ボディもレンズも合わせて開発のスピードを上げていきますので、ご期待ください。ありがとうございました。